はい、皆さんこんにちは、いよいよ始まりました第1回ケイタクチャンネル。このチャンネルでは算数の問題を扱って授業していきたいと思います。ただ算数の授業もいわゆる中学受験って言われるね、算数の問題、ちょっと変わった問題が多いんだよね。学校では習わないだけど、ぜひ皆さんに知っておいてほしいね。ちょっと難しめの問題ね、面白いからね、その面白さをね、先生伝えれたらなと思います。あとね、中学受験の実際に勉強してて塾に行ってるけどよく分かんなかったと、そういう時にね、ぜひこの動画を見てね、学んでもらいたいと思いますので、やってみたいと思います。では早速いくよ、はい、では第1回目、今日はね、鶴亀算っていうね問題やってみたいと思います。鶴亀算、初めてね聞く人もいるかもしれないね。どんな問題と思う？なんか名前にね、鶴と亀が入ってるからね、なんか動物が出てくるのかな、鶴と亀っていうね、動物が出てくるのかなってね、想像がつくかもしれない。間違ってない、間違ってない。だけど鶴と亀がね、出てこない問題もね、鶴亀算っていうのね、どんな問題かな。じゃあまずはね、鶴亀算ってどういう問題か、これからね、説明したいと思います。言うの忘れてました、このチャンネルはね、先生が作ってるね、プリントがあるから、そのプリントと一緒に学ぶとね、すごい分かりやすくなってます。概要欄からね、プリントのページに行けるようになってるから、ぜひね、お父さんお母さんとかにね、印刷してもらって一緒に使っていったら助かります。はい、じゃあそれでは鶴亀算って何なのか見ていくよ。ちょっと読んでいくね。はい、読みます。2つ以上の違う種類のものがあって、例えば鶴と亀だったら鶴と亀っていうね、こういう2種類の動物がいるってことだね、違う種類の、があって、そのここです、合計が分かってます。合計で何匹とかね、そういうことが分かってるよね、でそれぞれ、何匹何羽いるのか考える、こういう問題です。なんか分かったようでね、なんか分からないかもしれない。実際の問題見ていったらね、分かりやすいと思うから、じゃあ下にね、実際の問題載せてるから読んでみよう。鶴と亀が合わせて6匹、6羽ね、合わせて6羽、6匹、6匹いますと。合計の足の数、なんか変わってるね、足の数を数えたんだね。合計の足の数だけ数えたら16本です。鶴と亀は何匹、何羽いるでしょうか、ちょっと難しそうな問題だね。だけど、この鶴亀算、ね、さっき言ったようにね、合計分かってたよね。合計で6匹います。あと、合計の足の数が16本ですね。こんなふうに合計が分かってる、ね、鶴亀算、この解き方ね、実は、ね、いくつかあるんだよ。いくつかあるんだけど、今日はね、一番、簡単というかね、考えやすい、皆さんが考えやすいね、解き方を紹介したいと思います。簡単です。先生、ポイントまとめてます、解き方。ね、もうこのね、今、赤ペンで書いてるね、この4つの流れ、これしっかり押さえたらね、みんな、絶対に鶴亀算解けるようになるから。一つずつ見ていくね。一つ目、全部どっちかにしちゃおう。さっきだったらね、鶴と亀。何匹ずついるか分かんないよね。それぞれ何匹いるか分かんない。分かんないから、全部鶴とか、全部亀にしちゃう。ね。それで考える。で、2番目。本当の数との違いを考える。ちょっと言葉だけじゃ分かりづらいね。あとね、具体的に見ていくよ。まず見ていく。こっちね。次、3番目。一つずつ交換しよう。交換するよね。で、最後。この2つの数字、2と3を使って、求めてみよう。はい、じゃあ早速さっきの問題ね、この問題ね、これちょっと一緒に解いてみようかね。この解き方一緒に解いてみたいと思います。では解き方、はい、こちらです。はい、まず1番目、全部どっちかにしちゃうだったね。全部どっちか、そうだなってね、鶴と亀、どっちでもいいんだけど鶴にしちゃいましょう。鶴にね、例えば、はい、さっき6匹6羽ねいる、これ全部鶴だとしたらね、全部鶴だと、6匹鶴だよね、この時ね、 6羽か、匹とは言わないかな、6羽ね、6羽鶴があります。じゃあそう考え
から足は何本でしょうと。ちなみにね、みんな鶴って足何本あるか大丈夫？これ先生ね、塾で生徒が教えた時にね、鶴の足何本って聞いたらね、元気よくね、先生4本ってね言った人がいるけど、4本ってちょっと気持ち悪いよね。例えばね、鶴がこう、ね、こう鶴ね、これ鶴ね、鶴ですね、はい、どっかで伸びても鶴、これ足がね、これ4本やったらね、なんかポケモンに出てきそうだね。ポケモン古いんかな先生ね、ポケモンよくやってたから、ね、ちょっと気持ち悪いよ。こんな動物見たことないよね。公園とかに行ってね、こんな鳩見たらね、まあ、思わず叫びますね、怖くてね、はい、あ、鳩じゃない、鶴の足ね、これ大丈夫ね、2本ですよ、鶴ね、鶴2本ね、はい、ということで1匹、1羽だな、1羽の鶴って足2本だから6羽いたら全部で何本か、大丈夫ね、はい、計算はどうやってやるかな、足の数、1羽足2本です、1羽の足が2本ね、これが6羽ね、いるから、合計いくつかなと、12本だよね。ここまで大丈夫でしょう。いいかな。じゃあ次、2番目、本当の数との違いを考える。本当の足の合計って何本だったっけ。そうだね、本当の足の数書いてます、16本だったね、書いてました、本当の足の数は16。あら、数字に違いが出てるよね。本当の数とちょっと違う、何本違う、当然違いは16から12を引いた4本ね、4本の違い、この4本の違いがあったらね、この4本ね、今ねちょっと少ないね、足がね、全部鶴だったら足ちょっと少ないね、あと4本足りない、でどうすればいいかなっていう時ね、ここで大事になってくるのが林さん、一つずつ交換しよう、つまり鶴1羽ね、先のこの鶴ちゃんです、この鶴を、この鶴をよいしょ、カメ、カメ、はい、僕からどう見てもね、このカメやね、こう尻尾ね、はい、これカメですね、鶴をね、やめてカメにしちゃうとね、そしたらね、みんなわかるよね、鶴を亀に変えたら、足何本増えた、これ。足何本増えた。亀足4本か。足何本増えたって言ったら、はい、足は、はい、当然、みんなね、すぐ2本って答えれるんだよね。はい、丁寧に式で書くと、ね、これとこれの違いが2本増えるね。OK？ 1匹交換するとね、2本増える。1匹交換すると2本増える。今さ、4本増やしたでしょ、ね、4本増やしたい、1匹交換で2本増える、4本増やすためにはね、何匹交換すればいいか、はい、この2と3、この数字とこの数字使ってね、計算できそうだね、はい、ということで足のさっきの数、これね、4本増やすため、4本増やすためには、はい、どうすればいいか、はい、鶴を亀に1匹交換したら2本増えるんだから、何匹交換すればいい、4÷2 ね、つまり2匹ね、鶴を2匹の鶴をね、2匹の亀ね、2匹の亀に交換しちゃえばいいよと、いいかな、2匹ね、もう鶴っぽいね、2番の鶴っぽい、ね、で2匹の亀にしちゃえばいいよ、はい、ということで答え、亀はね、あれ2匹の亀だったからね、亀は2匹、2匹ね、で鶴は言ったらね、鶴は残りのね、数が鶴だから、亀2匹だったらね、合計で6匹だったじゃん、合計6匹、そのうちの2匹が亀だから、残りのね、鶴は言ったら6から2を引けばいいね、6-2の4だよね、こういう問題です。
いいかな。慣れないうちはね、難しく感じるかもしれないけどね、この動画ね、何度も何度も繰り返し見てね、解き方をぜひ、マスターしてくださいね。慣れてきたらね、さっき最初に言ったようにプリントね、それを動画を見ずに自分の力でね、穴埋め解けるかなということでね、確認をしてみてください。じゃあね、まずね、皆さん最初にね、一つ解き方を紹介したけど、次の動画ではね、実はもう一つね、面積図っていうね、長方形の絵を描いて、解くっていうね、解き方がこれ鶴亀さんあるんだよ。これもぜひ紹介したいと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。では。